どうも、青森の小賀です。小賀青森県も桜満開ですよというわけで、今回はですね、昼間はですね、青森市内の桜の名所でございます、ガッポ公園の桜をお送りしまして、そしてですね、夜はですね、ストーブ列車でおなじみ、津軽鉄道の あの鉄道オタクの方々もよく訪れるという桜の名所を紹介したいと思いますそしてですね私、絶滅させたくない店ということで最近、食べ物を無償にやっておりますのでこちらもですね青森市内、合佛公園内の出店の毎年行列ができるというあれを食してきました。 途中ねガッポ公園の海でですね黄昏たりもしておりますのでどうぞ最後までご視聴ください,いませませ鳥の声もよく響いておりますお散歩のおじさんもいますねあチラ見してます撮影してますねチラ見してます 見てるね桜見てるねまあでも本当にこの距離ね、綺麗でしたわ。近距離の桜。あ、もう出た。あ、映りたかったんかなおじさん。うん、ものすごい写真してるね。うん、ものすごい映ってる。ものすごい映ってるよ。YouTube 出たかったんかなどうも。青森の大賀ですよ。よかったらチャンネル登録お願いします。黄昏だねいいね。 春はこちらにもございました。というわけで、夜の桜は突然にということで、こちら、津軽鉄道芦ノ公園駅に来ております。夜桜、綺麗です。ライトアップされております。こちらはですね、太宰治さんの出身地でもございます。走れメロスと書いております津軽鉄道 出発進行いいですねお気づきの方いらっしゃるかと思いますけども昼間はあんなに晴れてたのに夜は土砂降りですめちゃくちゃびしょびしょになりながら撮影しておりますでここがかなりのスポットでございまして桜のトンネルを抜けて津軽鉄道冬だとねまあ、ストーブ列車というのが走ります でここはです、ね、旧駅舎が喫茶店になっておりまして、そちらも結構有名なんですけれども、ちょっと時間的に行けなかったので、次回、リベンジ、絶命させたくない店で訪れたいと思いますいやここ、どうです、ちょっと遠目から撮ったんですけどなんかすごいいい感じじゃないですか、松の木とかね、砂浜とか、で向こうね、砂浜をカップルが歩いて。 おじさんが一人ね、いいですね、ベンチにもたれかかる素敵な時間を過ごしております。あ、頭触ってね、そういう時間も過ごしております。つるるん、つるるん、つるるんしておりました。あ、いいね、海眺めてるね。いや、本当にね、ここね、ずーっと入れるんですよ。マジで1時間ぐらい,いたんちゃうかな。ノンアルコール飲みながら。今ね、ちょうどね、私、16日目の禁酒をしております。 さあそしてこちらは、ね、最初にご紹介した通り合併公園内で行列のできるという出店に行ってまいりましたあっという間に、ね、こんな行列になっておりましたその行列ができるお店はこちら相内商店の鶏の唐揚げでございます はい、そして恒例のですねタブレットタイム一辺1 0ンチでございます音聞こえたかなカリーっていう本当にね皮はカリカリで味もすごくしっかりついててで中はジューシーでねこれすごく美味しいですね行列できる意味が分かりますあ出たうまいチンゲール味噛みしめてるねカリッとしてねいや本当に美味しかったんですよ あ油をなめてね、そうそうう、指もね、この指もしっかりおいしい。エみたいになってるよ。エみたいになってるって。肺みたいになってる。いや無糖さんみたいになってるよ。無糖さんみたいに。おかしいおかしい。ね、ごちそうさまかいごちそうさまかいごちそうさまかい。はい、というわけで,ですね、えー、今回もですね、恒例のごみ拾い、私は服拾いと呼んでおりますけれども、合ポ公園内を拾わせていただきました。 桜はですね、青森県、もうあと1週間ぐらいでね、散るかなというところではございますけどもね、弘前城はですね、花いかだもございますし、桜まつりもですね、行われる予定でございますので、よかったらぜひ、えー、青森県、遊びに来てみてくださいませ。最後、神々だったね。以上、青森の小川でした。最後までご視聴、どうもありがとうございました。